2018年のボートレース界の総決算 SG グランプリはいよいよ大一番へカウントダウンの残すところあと3つ。今年ファイナル進出を逃した6名の雪辱戦、第10レースの順位決定戦を迎えています。さあ依然追い風で、現在のスタートレンジを風速は2度前後、緩やかな追い風になっています。さあ並びが市二さんの456とどうやら枠なり、インコースは1号艇で桐生純平、ディフェンディングチャンプ上位着順の差の時点で優出はなりませんでした。そして2号艇の吉川元博、今回はグランプリ4戦4優出ならず。3号艇で森田俊介、今回初のファイナル進出はなりませんでした。市二さん、4号艇で馬場吉也、今回初出場のファイナル進出はならず、引っ張って角。5号艇笠原亮、今回セカンドステージ突破ならず。そして6号艇の中島光平、今年は大苦戦のトライアルとなりまして、さあ枠なりで3対3、進入体系固まってまいりました。現在風が収まって穏やかな競争水面上、平成最後のグランプリはいよいよラスト3の雪辱戦で、第10レースの順位決定戦、12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番4番5番6番の3対3の枠なり、2秒、1秒、今スタートしていきました。好スタートはセンター3コース、3号艇もインコース、2コース、1号艇、2号艇も出ていって、まず逃げる1号艇の桐生、握っていった3号艇、届かず、刺して2号艇、あと5番、4番、6番ですが、バックセンター見事なイン速攻から1号艇の桐生純平、2区の中心で、さあ2番手の末に2号艇の吉川と3号艇の森田、直後に5号艇、4号艇と控えて、あとは6号艇、さあ2番手の末が固まって接戦となっています。なおスタートは成功でした。ナイタンマーク注目、早くも2番手争いで2号艇の吉川行った、以降4号艇あと3番5番と、さあ仕返していきますが、さあ2番手争いがまだまだ内外に広がって接戦で、2号艇4号艇3号艇5号艇4艇接戦状態、頭一つ4号艇の馬場ですが、外から2号艇の吉川で、内から5号艇3号艇は上がってくる大混戦、2周目のナイタンマーク突っ込んで5号艇の笠原の後ろを握った4号艇、さあ仕返して2号艇3号艇ですが、さあ2番手争いですが握っていった4号艇の馬場吉也が上がってきた。しかしまだまだ一定進じゃ、2号艇の吉川元博、その後ろ3号艇5号艇控えて、後方に6号艇、先頭だけがどんどんと抜け出して、1号艇2キロ切る準備、そして2番手ラスジャイタンマーク4号艇の馬場回った、追っつけてくる3号艇、さあしかして2号艇ですが4号艇の馬場吉也、そして後方の3番手ラスですが、わずかに2号艇の吉川でレーサー最終周回へと入ります。さあ2番手ラスは4号艇の馬場吉也、そして現在2号艇の吉川が3番手ですが、一定進でまだ4番手に3号艇の森田、最終周回ジャイタンマーク3番手2号艇吉川回った、ところは突っ込んでくる3号艇の森田俊介ですが、かわした2号艇吉川元博、上位が1号艇4号艇2号艇となっていまして、あとは水替え艇3号艇5号艇6号艇の順、平成最後のグランプリの順位決定戦は決着がどうやらついて14負担、最終ターンマークは先頭で1号艇の桐生純平、ディフェンディングチャンプがファイナル時点の鬱憤晴らしで見事なインディゲ、2番手4号艇3番手2号艇の順位決定戦14負担、間もなくゴールです。先頭1番ゴーリン、4番ゴーリン、2番ゴーリン、3番5番6番ゴーリン、